こんばんは。こいち。セールス担当武田でございます。こんばんは。最近編集長になったばかりの構図です。今日はですね、8月の29日に発売されましたレノブの、新製品、シンクパッド X1 カーボンを私が個人的にオーダーしてみましたので、それが今日届きました。で、よく YouTube とかにあるですね、アンボックスってやつをですね、ちょっとやってみようかなと。なるほど、はい、早速、はい、これです。今日届きました。まず梱包も開けてない。まず外箱から、外箱から開けるっていうのはもしかしたら世界初なんじゃないか。そんなことない。世界初はちょっとオーバーな気がしますね。ちょっと取れなかった。ちょっと待ってください。これ5分ぐらいですよね。これ下に今巻き巻きでやってますから、ね。テープやっぱ中国語っぽいのか。そう、英語も書いて。最近書問題でちょっとまあ時間かかりましたよね。成田マウス。はい。ですから、なんかシンクパッドっぽさがようやくね。ようやく。じゃあこれですね。はい、開けましょう、開けましょう。早速、ちなみにですね、去年X1 買ったんですけども、箱の大きさを比べてみたら多分同じだと思います。なのでこの箱のパッケージの大きさはまあほぼ同じなのかなと。割と緊張しますね。はい、開きました。ちょっとなんかバタバタですね。挟まってましたね。まずですね、これ説明書、まあ、これよくあります、ね、AC アダプター。 AC アダプターがね、今回大きいんですよね。前回大きかったりするんですか。これ、これで売れるんですか。であと、まあなかなかデカなパッケージではないでしょうか。入ってるの少ないですね。そうですね、このままですよね。ね、説明書もこのままです。やっぱり会社なんかと比べると、やっぱりまだまだこう、ね、パッケージングがね。じゃあ早速開けてみます。早速って3回目ですね。ちなみにこれ9月の7日にオーダーをして、今日届きました。今日っていうのは27日。27日。約3週間ですね。です。これいい。どうですか。じゃあちょっと早速電源入れてみましょうよ。早速ね。あ、この説明とかいいですか。まあこれちょっとせっかくなんで、去年買った X1 があるんで、まあ、これサイズ的には。サイズ的にはほぼ変わらないですね。そうですね。なんだってちょっとちっちゃくなってますね、これね。ここ私、MacBook も買い。大胆な。まあ、MacBook Air と比べ、まあ、こういう感じですよね。これ非常に、なんか、すごい、すごい映像だな、みたいな。こういうことですね。はいはいはい。はいはい。はいはい。もうここの特に僕がなんかこうちょっと面白いなと思ったのは、この排気のダクトがもう2列から1列になってるとね、このぐらいすごく薄さが際立ってるなと。なるほど。では早速、ありがとうございます。これね、ジャックの形状も変わって、あ、ジャックの形状変わったんだ。そうなんですよ。なるほど、なるほど。NEC とかね。
感じになったらしいっていうね。中面はどうですか、前と変わったりしてるんですか。いや変わってますよ。確かキーボードがね、キーボードはあ、そんなに変わんない。これですね、このパッドの形状がすごく、確かにデザインもちょっと変わってますね、変わりましたね。大きさもちょっと大きくなった、パッドがちょっと大きくなった、全然大きくなりましたね、これスイッチ。あとこの辺の位置関係がちょっと変わってますね、気に入ってますもんね。これどれか、あ、これかな、入りました、入りました、はい、お、来た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 、無事に入ってよかったですねとりあえず今のところ初期不良じゃない初めてパソコンをする、あ、これビデオのパネルのテカリが全然違います。そうですね、これが大きく変わった点ですよね。このボリガラスからこっちの、あのなんだっけ、アンチグレアの液晶になった。まあ率直に言うと、まあ、こっちなんか見やすいですかね、やっぱりね特に外とかはね。これちょっと設定しますか、これ、これはいいのかな、日本語、キーボードレイアウト、キーボードレイアウトってこれ日本語ですよね。え、ここ時間使いすぎ、あと4分あと4分もあるそんなに長いこと見るかな、ユーザー名今決めなきゃいけない大変だなこれは、ちょっと待って、まあ決めようかあ、いいんじゃないこれで。パスワード入力、パスワード、まあメールでなんかドワサビで武田さんやっぱずっとシンクパッドユーザー。そうですね、2000年からですね。2000年から、はい、この間あのレノボでシンクパッドの20周年で、あの20周年、そのいろいろなそのシンクパッドが展示されてたんですけど、やっぱり2000年に発売された機種を見てすごい懐かしさ感じました、はい、久しぶりに見たな、うん、負けっていう種類が出てるんですか。ああ、分かりました、負け、はい、ちょっと待ってくださいね。すっげえ撮って、これライセンス同意します、うん、はいはい、同意しますよ、それ、ね、この作業に、そこを使うのもシンクパッドの人って感じしますよねトラックパッド使うわけじゃなくてそうですね、これですね、うん、そうそう、やっぱりね、これ便利ですよね。あ、これ時間待ってるかな、待ってるね、はい、手の動きがもう、他のパソコンのユーザーさんとちょっと違いそうですよね。そう、上にポジションが来るっていうのは、ね、ここは実はあんまり使わないですね、5時間かかってます、全然違う、ほら全然違う、吹いとけばよかったな。タンスルが横に逃げてる。そうです、そうです。あの、こういう、こういうね、こういう風になるんですよ。こう。ここです、薄く。そっちの時はね、全部背面にこうやって、タンスルが。そうですね。集まってたのに、だいぶ違いますよね。すべて、両サイドに。あの、3種類がいってるんで、個人的にはやっぱり両サイドにあった方が使いやすいのかなと思ってしまいますね、USB はね、2つ、 3.0 と 2.0 が1つずつになったんですよね、 両サイドで。で、これイーサネットが今回なくなって、まあ、Wi-Fi か、あとはあの USB でこう、はい、イーサネットにあのような形になると、
つ、接続できるものがあるんですけど、そうなるともうあと1分、はい、まあね、あでも立ち上がってますよ。これが終わればほぼ終わりです。もうちょっとですね。結構時間かかりますよね、最初なので。まあでもこれはじゃあ改めて第2弾もやりましょうかね、これ。続くんですか？すごい嫌がってるよ。いやでもこれ仕上がりいいね、ものとして。うん、続きやる場合は第2弾の時あの OS 新しく入れる時とかやる。ああ Windows で変えて、なるほど、うんうん、そしたらその見てる方も気になるんじゃないかと。立ち上がりました。来た、まあ、間に合いましたね。間に合いましたね。じゃあ今日はこんなところでいいですかね。じゃあね、ちょっと、うん、すっごいすっきりしてる。すっきりしてる。分かりました、はい、じゃあ第2回はOS のアップデートでその場でやるんですか？結構時間かかりそうですね、それ。それ絵面は面白いんですね。カットカットでこう入りましたということで、はい、じゃあ、あの今日最後感想を一言、はいはい、もうあの感想はですね、薄い、そして軽い、素晴らしいの一言です。まあこれはあのその性能云々はまあどうでもよくて、シンクパッドであればいいんです。今日ちょっとあのこれからいろいろな細かいセッティングとかが楽しみです。今日はありがとうございます。お疲れ様でした。